てる。まったく、よくやるぞ。何が見えるんですか。いかがですか。お安くしておきます。嬉しい方もらったんですね。お、うまそうだな。ありがとう。もらってくよ。前夜祭をやるなんて名主様も気が利いてるよな。ありがとう。なんだか嘘みたいよね。みんながちょっと前まで戦争してたなんて。そうだな。世界にまた平和が戻るんだ。オレンカ王にも見せたかったな。うん、そうね。二人とも何しんみりしちゃってるのよ。お祭りはみんなで盛り上がらなくちゃ。さあ一緒に踊りましょう。よし、じわじわたぎってきたぜ。今夜は踊り明かすぞ。ちょっと明日は大事な日なんだから羽目を外しすぎちゃう。ほら委員長も行くぞ。もう食べられないぞ。うん、ちょっと起きなさいよ。いつの間にか眠っちまったのか。僕まだ眠いよ。あれ、もう一度クマなく探すのだ。王都に残った兵たちにも知らせを。どうかしたのか。我が軍の魔物たちがいなくなっているのだ。え、昨夜は確かにここにいたのだ。ジャイワールの魔物だけじゃないよ。他の国の魔物たちも消え失せている。一体どこへ行っちまったのか。申し上げます。お前たち、この有様はどうした。一体何があったんだ。突如現れた魔物の大軍が我が国を攻撃。城に残った兵だけでは防ぎきれず。王都が陥落いたしました。なんだと。オレンカも同じ状況です。押し寄せた魔物たちに王都を占拠されました。ああ、我が国も同様の報告を受けている。一体どうしたことか。オルネーゼ様、大変でございます。モンスタレア地方の3カ国で魔物たちが一斉に反乱を起こしたとのこと。モーリアス、ヘルノーク、ダラル、すべての王都が占拠された模様です。なんと我々の国では。バカな、全ての王都が奪われるとは。そのような兆しは一切なかったはずだが。一体どうなってるんだ。静まれ。メス様、時は満ちた。今こそ世界を一つとするのじゃ。我ら双子の王のもとにな。ゼビオ王は私たちをまとめて始末するつもりなんだよ。みんな逃げるんだ。さあ、ほう、
さらばじゃ。悔しいけど今はゼビオ王に構っても暇はないね。各国の王が脱出するまでここで魔物たちを食い止めるよ。スクルト！
まさか爆発する気では。この大きさだと爆発の威力もシャレにならなそうです。ちっ、巻き込まれたくなければ離れるしかないだろうな。足が取られて動きにくいわ。敵に狙われてしまうぞ。早く脱出するのだ。スケルトン、まったく次から次へと出てきやがって。ぶっ飛ばしてやりてえところなんだがな。戦えないのって本当に辛いわ。こんなところ早く脱出しちゃいましょう。止まりません。本当にしつこいわね。あんまりしつこくすると嫌われるわよ。町の外までもう一息ってとこだね。このまま一気に脱出するよ。神のご加護に感謝を。